岸田文雄首相の最側近で、懐刀と言われる自民党の木原誠司幹事長代理は26日、フジテレビ系日曜報道ザ・プライム日曜午前7時半に出演し、国民から散々の評価を受けている定額減税額の給与明細への明記について、悪意はなかったが、もう少し配慮することがあってもよかったかもしれないと述べた。政府が、 今年6月から始める1人当たり4万円の所得税と住民税の定額減税について各企業側に所得税の減税額を給与明細に記載するよう求めその奨励が6月1日に施行されることが改めて明らかになった唐突な形で給与明細への明記方針が表面化し岸田首相に恩着せめ鏡などの批判が拡大 企業側の負担が大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋本徹氏は民間は事務負担のお金は出ないのに作業がむちゃくちゃ大変うちの事務所も会計事務所の研修を受けてやらないといけないと不満を口にし岸田政権は外交や内政でいろいろやっていると思うが 肝心のところで国民の金銭に触れる部分のマイナスの部分で大きなところをやりすぎていると指摘、給与明細のところで定額減税分を示せと言うんですよ。これがまた大変で、中小企業では会計ソフトが間に合わず、で作業作業でやらないといけないところもある。負担分は明細に書かずに減税分だけ書けと、こういうのはやめたらいいのではないかと訴えた。 木原氏は、明細書に書かないといけないと決めたのは、去年のこと、選挙対策などの下心ではない。所得が増えたと実感していただくことで、しっかり消費していただき、経済を回していく効果を狙ったと反論しつつ、どなたかの負担になっている。事務コストになっているというのは、真摯に受け止める必要があると応じた。 橋本氏がメッセージなら首相が会見をするなど政治家が負担をこむればいい。民間は大変ですよと追及すると木原氏は総理や幹事長が何かを言うことは非常に重要だが長年続けたデフレマインドの脱却には国民の気持ちが前向きになっていかないといけない。給与明細に反映しご覧いただくことで少しは 所得が増えていることを実感していただこうと思ったと理解を求めた上で悪意はなかったけれどもうちょっと配慮することがあってもよかったかもしれないと述べた政府側の期待とは裏腹に今回の定額減税をめぐっては消費につながるかどうか不透明な部分があり本当に国民の実感につながるのか疑問視する声も多い 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。せめて年末調整で一括でできるようにしてほしかった。毎月の計算だけでも手間なのに、不要人数の再確認や離職者が出た場合、不要控除内で働きたい、パートタイマーの場合と個別にいろいろ対応していかなければならない。なぜ年末調整じゃなくて6月からしないといけないのか。当然、務に質疑したところ、 早く経済を活発にしたいという政府の方針とのことただ税務署もこの制度についてはかなり不満の様子だった何回もお手間かけてすみませんすんませんと謝られてた今からでも年末調整で行う方針に変えてくれたらすごく助かるけどまあないんだろうなパンがなければケーキを食べればよいと言ったマリー・アントワネットも悪気はなかったと思う ただ、何でも手に入る王宮にいれば、普段食べるパンが手に入らないという庶民の経済状況を知らないよね。物価高を家計が吸収してるといった、日銀総裁も給与明細を作成する人事がどれだけ時間をかけて、ソフトを作り直すか知らない総理も悪気はない。ただ、現実を知らないだけ。問題は、悪気のあるなしではなく、庶民の生活感覚を知ってるかどうか。 そして、それを知らない人が政治家として、適正か、問題はそこだよね。貴族に、庶民の生活の決定権を与えてはいけないのだよ。橋本さん、大間違い。もちろん、黒落と視点で帰り見れば、岸田政権はいろいろと成果を出しているのだろう。そこら辺の政治評論家も、そう主張している。しかしね、それは卑近な表現を使えば、うちは受け。 善意を持って受け止めれば将来役に立つのだろうと思いますがね。でも今の日本国民と日本国にとっては何の役にも立っていない政府ですよ。こんなご時世だから遠近療養メガネよろしく将来向けの施策と喫緊の課題解決のための施策をバランスよく進めなくてはならないのではないかな。さもなくば日本国民という素人集団には 不満がたまる一方です。少子化対策だって、所得向上策だって、手遅れ状態ではないですか。税の、こんな低次元の減額なんて、今時中学生の小遣い、勝つ当たりにもならないよ。分かっているのかな、世の中のこと。最終決定を公表したのは、最近だったよね。以前から言ってたと言っても経営者側に、伝わっていなければ言ってないのと同じ。 国はいつもギリギリで発表して企業側のお金の出費について何にも考えていないからすぐお金の準備ができて対応する会社に払えるとでも思ってるのかなもう少し零細企業のことも考えろよ。それと社員の給与計算も全て専任者がやってると思ってるのかもしれないけど結構経営者自身がやってるのだから時間が足りないのです。 悪意はなかったなんてことは国民は十分わかっていますよ。怒っているのは一度だけの自民党のアピールのために多くの企業が苦労資金を費やすことを王様のように指示する感覚ですよ。加えてその反省の弁が悪意はなかったなんて問題の本質をわからないふりをする弁明をするずるさ。この問題の本質は このような実社会の苦労や国民感情がわからない政治家資格のない政治家の存在です。今回一斉に反応したのは専門家でなくても日本人のほとんどの人がこのタグの計算の煩雑さや苦労や変更に金がかることなどを知っているということです。知らないのは政治家だけ。最近の SNS でのネーミングの妙には感心させられる。 昨年の増税メガネもうまかったが、今年の恩着せメガネは、主玉の響きであり、自称と民衆の思いを見事に表現した、秀逸作だろう。我が国では、江戸の時代から幕府や朝廷の悪性を分からぬように皮肉った川柳や教科が、庶民の密かな楽しみでもあった。約クミや室井茂も、今年こそは、 妙な忖度心を巡らせることなく2年がかりの新語・流行語大賞にぜひこれらをノミネートしてもらいたいものだちょっと想像すればこんな批判になるのはわかると思うんだけど定額減税はありがたいけどほとんどの人は財布に入れて終わり景気刺激策にはならないやっぱり定期的に消費税を下げるとか お金を使わないと損みたいな政策が必要だと思う。処理水の海洋放出に全責任を持ちますなら、地元の広島1区に流せば説得力があるぞ、岸田文雄。その方が安全性をアピールできるし、被災地に風評被害が起きることはない。広島1区の住民も、岸田の海洋放出を止められたのにそうしなかったのは、処理水が安全だと確信していたに違いないから。 広島一区への海洋放出も賛成してくれるはずだ。